ピアゴ上地店はかつて、三重県伊勢市城地町に所在し、ユニーが運営していた、ショッピングセンターである。1994年、慶応ジャスコとフレックスは合同で、伊勢市城地町に、郊外型大型店、伊勢城地ショッピングセンターの出店を計画、翌年7月に、中部通産局の大規模小売店舗審議会で、結審された。しかし、慶応側が、パワーシティ、 四日市などの1995年に新設した店舗の営業利益を優先させることを理由に出店計画を見直し1997年、初めに両社が出店を断念、計画が一時中断された。同年ユーストアが同地に出店することを決め2000年にユーストア上地点が鉄骨作り2階建てを持って開店した。ユニーの店舗では 国内最南端に位置していた。2017年8月、同年秋をもって、閉店することが発表されていた。なお、跡地の建物はそのまま改装され、長崎屋によって、2018年6月13日に、メガドンキホーテ伊勢城地点としてオープンしている。なお、ユニーの100%子会社である、UD リテールは、同店の運営に関与しない。 三重県道37号鳥羽松阪線王の橋西交差点付近。ありがとうございます。